ちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、ついに交流戦なあ優勝は決まりました。決まったなあ、はい、はいはい。その前にですね一応この連戦の答え合わせをしとこうと思うんですが、え、結果はそちらのホワイトボードの、そうそうそう、これ丸とかこう書いてあるけど、はい、あのその2勝1敗って書いてあるのは豊さんの予想ですね。そうそうそう、これは今回の試合の結果ではなくて予想、そうで、それに対しての答え合わせがチームの、うん、チーム名の間に×とか丸で書いてあるのが答え合わせです。そうそうそう、ということで、それでなぜこういう予想になったかっていうとさ、中日の投手陣が若手の西武打線を抑えるっていうふうに思ったんだよね、うん、で意外や意外やっぱ打ったね。打ちましたね。愛斗とか山田とかさ、はい、あの岸とかも打ったし、はい、いやだからこれ意外な2勝1敗だったよ、はい、西武のね、はい、なのでこれは赤文字の中日ではなくて西武が勝ち越したという、はい、でロッテ巨人ね、岡本が調子悪かったんだけどすごく復調して、はい、で坂本が戻ってきたっていうのが大きかったかな、巨人はな。でまあロッテの方はなんとなくやっぱ打線のつながりが悪かったなっていうふうに思うし、なんかこうZOZOマリンってさ風が強くてやりにくい、はい、そういう印象があったんだけどさ、意外にそうでもなかったね、影響出なかった。ただ菅野が負けたっていうのがやっぱ巨人にとってはちょっと誤算だったかなっていうね。日本ハム DeNA で、ね、まあ1勝1敗1分けだったんだけど、うん、これはやっぱこう DeNA のオースティンが出れるかどうかだったんだよね。でもオースティンが出ていきなりホームランを打つし、うん、オースティンが出てんだったらもう勝ち越すなっていうふうには思ってたんだけどね、うん、でオリックス広島結局 DeNA の勝ち越し、そうそうそう DeNA の勝ち越し2勝1敗、はい、で、巨人の勝ち越しだったんですよね。そのそう、巨人の勝ち越し2勝1敗だったんだよね、はい、で、次がオリックス、オリックス広島、広島、はい、まあ、3連勝あの勝ち越しのチームは当たっているので丸ということですね。そう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 、はい、で、やっぱり広島元気ないね。うん、最後に意地見せたんだけどさ、なんと栗林が22試合で連続試合無失点記録が止まったという、はい、まあ、それだけやっぱりオリックスが強いなっていうね、うん、そういう印象がありました、はい、で楽天阪神、うん、阪神の3連勝、まさか楽天が涌井田中早川で3連敗すると思ってないもん、うん、それだけやっぱ阪神が充実してるし、阪神のやっぱ梅野の、うん、今日でも、ね、ディレードスチール、はい、後で、うん、後でねピックアップする、そうそう内容ですね。そう、はい、それとマー君と佐藤の対戦があったんだよね、はい、うん、そこもちょっとピックアップしたいと思う、はい、ね、では阪神楽天戦から2つ後でピックアップしたいですね、はいはいはい、でソフトバンクヤクルト、うん、でソフトバンク、まあヤクルトはやっぱ勝ち越すと思ってたんだけど、はい、やっぱソフトバンクは打てない、本当に打てないね。でヤクルトの方はやっぱ村上や山田が7打席連続ヒットだとか、はい、まあその中にホームランももちろんあるし、うん、だからまあ勝ったなという、まあそんな感じがしました。はい、予想はちょっと外れたけどもね、まあこういう結果になってます。はい、それでまあピックアップね、ピックアップをちょっとしたいと思うんだけど、はい、まず梅野のリレードスチール、はい、さっき言っていた、そう、はい、これは何回の話ですか9回9回ですね、うん、はい、9回で同点で迎えてさ、はい、抑えの松井裕樹が出てきたんだよね、はい、で梅野が粘ってフォアボールを選んだ、はい、でバッター近本、うん、その時にディレードスチールを仕掛けるんだけど、はい、やっぱこの意味っていうのは遅れてスタートするんだよね。そうですね、ディレイっていうので遅れて、そう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 、はい、でやっぱこうピッチャーもキャッチャーもランナーを見ての動きをね、うん、でなぜ梅野がこれをやったかというと、はい、左ピッチャーでクイックを使われると、うん、やっぱ梅野の足じゃまともにいったんじゃアウトになると、うん、いうことで相手をかく乱する、はい、やっぱキャッチャーだよね梅野っていうのは、うん、まあ、梅野の足自体も遅い方じゃない、まあ、むしろ速い方なんだけど、はい、これをシャッフルスタートっつって、普通のシャッフルは 1,2 歩でまあ2メートルから3メートル出るんだけど、はい、ディレードスチールの時は3メートルから5メートルぐらい出て、このスタートのタイミングっていうのは松井の足がつくかつかないかの時にシャッフルをいっといてスタートするんだよね。うん、これなぜ
そうするかというと、はい、セットに入った時はみんながこれを見てるんだよね、ランナーを ね、はい、で足が上がった瞬間に走るか走らないかっていうのを野手もキャッチャーも見てるんだよ。だけど足がついた瞬間にホームベースにみんな意識があるんだよね、はい、バッターの方に投げる瞬間で、ね、やっぱ打球が飛んでくるからね、はい、来るかも分かんないから、うん、でその時にスタートを仕掛ける、はい、そしたらキャッチャーも野手も全部視覚になるんだよね。視覚だったりもうあの見てなかったり見てなかったりするんだよね。要するにその隙をつくということですね。そうそうそう、みんなが見てない、うん、はい、そのためにスタートをした、はい、そしたらやっぱりねショートが入ったんだけど、はい、ちょっと遅れるんだよ。うーん、でバッター近本が立ってるからキャッチャーも見えてないんだよ、ね、なるほど、左打者だからということですよね、うん、走ったっていうのが分からないんだよ、ね、はい、だからこの起点の効いた梅野のスチールで暴投を誘いサードに進んだ、うん、それで近本がタイムリーを打って勝ち越して勝ったという3戦目ね。だからこの起点の効いたこの梅野の走塁、はい、盗塁、これは素晴らしかったよね、うん、やっぱこういうことができるっていうのはやっぱ阪神がもう乗ってる証拠だし、やっぱ強いなという印象を与える、こういう走塁だったよね。このディレードスチールも、はい、例えばピッチャーが左じゃなかったらとか、うん、打席に立っているのが左打者じゃなかったら、うん、成り立たなかったっていうことがありますか？多分ね、右のね、はい、ピッチャーだったら多分まともにいってるよ、普通に投了してる、普通に投了してる、はい、ただし右ピッチャーでもクイックが速い、はい、素早いクイックが使えるピッチャーだったら、うん、やっぱりこの投了を使ったかも。うん、だからまと それが右打者だったらっていうのもまた、あ、右打者だったら難しかったです、難しかったね、うん、やっぱキャッチャーって見えるから、うん、動きが、だから左で一瞬視覚になる時があるんだよ。そういうのに気づけるっていうのはやっぱりキャッチャーをしているからすぐにそこに気づくということはありますか？まあそれもあるよね、うんうん、だからすごい起点の効いた、まあ、なんとかやっぱ次の塁に行こうとするそういう思考がこういうことを思い浮かばせて実行に移ったと。もうその瞬時の判断、これは梅野選手の判断、ベンチからの指示、いや多分ね、走ってもいいよっていうようなサインは出てたかもわかんないけど、うん、その種類を選ぶのはやっぱ梅野の判断だったと思う。なるほど、なるほど、うん、だから起点の効いたプレイヤーだよね梅野はね。うん、だからもうキャッチャーとしても、 もうすごく今年いいし得点圏打率も高いし、うん、なんかこういうスチールもできるしって、なんか本当に、うん、キャッチャーとしてもそうだけどなんか阪神を引っ張ってるなっていうような感じがするよね。なるほど、はい、はい、でもう一つ、はい、今度は今度は阪神佐藤、はい、VS 楽天田中マー君、ホームランを打ちました。打ちました、はい、打ちましたね。まあこれスプリット、スライダー、はい、この3球なんだけど、まあ1球目がスプリット、はい、2球目がスプリット空振り、はい、で追い込まれた2球で、はい、でスライダーをホームランを打つわけだけども、前の打席で147キロをライト前にヒット打ちしてるんだよね、うんうん、で、まあ、佐藤の頭の中ではそんなにまっすぐっていうのは頭の中なかったと、うん、でマー君はこの攻め方をしててここをボールにしたかったと思うんだよね、この3球目を、うん、それはもうあえてボールで、うん、あえてボールで振ってくれたら三振、はい、っていうことを考えてたと思うんだよ。でここ振らなかったら、ね、俺まっすぐで行ったと思うんだよもう一回、うん、マー君の性格だったら。なるほど、でもその前に勝負が決まっちゃったという、うん、でこのポイントはなんでキロ数を変えてるかというと、はい、大体同じ球速なんだよね、はい、でまっすぐ見せてたら147って10キロ差があるわけ、はい、でカーブを見せてたらもっと緩急が使えてたの、うん、だから必ずこれをボールにしようとしてたと思うんだよ、はい、でそのストライクに入った失投、これねめちゃくちゃ難しいボールなんだよ左バッターとする。ここの膝元のスライダーっていうのは死角になるわけ、はい、でもこれをさライトスタンドに持っていける技術があるっていうのはやっぱ佐藤は着実に成長してる。でマークも言ったらしいよね。そうですね、教えたくないっていうことですよね教えたくないって どういう風な気持ちになったかっていうことも相手に伝わるので嫌だっていうことで、うん、だから攻め方としてはどうだったんですかって言われたら、うん、マー君はいや打たれたんだったら不正解だったんでしょっていうことしか言えないよね、うん、でもね
球速をマー君が並べてしまったというところがさ、うん、ちょっとあの失敗って言えば失敗だけども、だけどここのさ、俺も左バッターだからあれなんだけど、左に膝元に食い込んでくるスライダーっていうのはここ本当に一番見にくいし、うん、ボールとして死角になるんだよね、はい、ここをホームランを打てたという佐藤はやっぱ素晴らしいね。恐れ入りました。でマー君もびっくりしたと思うよ、はい、そうでしょうね、うん、だからなんかこうコメントもちょっとそうなんとも言えない、なんとも言えない、はい、ただ球速をね揃えるとやっぱタイミングが打者としたら、あのタイミングとしたら取りやすかったというね。何か一つ違っていれば、まあ、速いボールでも速いボールだったりとか、そのコースが少しずれていてボールになっていたりとか、もうほんと少しのことで変わったっていうことですか、うん、そうそうそう、はい、でもそれを逃さなかった佐藤はすごいよ、はい、やっぱりね。なんかこの日はおじいさんもおばあさんもが地元で見に来られてて、そうなの、いいとこ見せられたね。そうですね。でも東北は、東北ではマー君はもう本当にスーパースターだもんね。そうですよ。だからもう打っていいのかっていう話があったけど、だけど逆にそのマー君から打てたっていうので大騒ぎになっていましたね。し自信になるよね、はい、うん、まあ、こういうこと、こういうホームランを打ちましたということですね、はい、はい、でこれから、はい、はい、交流戦の順位表です。はい、まだちょっとあの延期になっていた、そう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 、広島と西武の試合が残っているので、日本ハムも1試合残ってるんだ。なのでこう、広島が3試合残ってて、はい、日本ハムが1試合残ってて、西武が2試合残ってるのかな、はい、なので一応暫定的な、うん、まあ、暫定的な順位にはなりますが、うん、あの優勝などはもう決まっているので、うん、そうだね、はい、というところで、うん、でオリックスは12勝5敗で得点が96、本塁打13、盗塁が5で、チーム打率が2割8分7厘の防御率が 3.76、はい、ものすごくバランスがいいんだけど、うん、でもその中であの13本っていうのは決してホームランが多くないんだよね、うん、で一番ホームランが打ってるのが DeNA と西武の24本なんだよ、はい、でも西武は打ってましたよね、この2チームは。そうそう、で西武の方はまだ試合数が残ってるから、はい、ホームランが出たら交流戦トップになるんだけど、はい、でも現在7位というね、まあ、順位、はい、これはなぜかというとやっぱ防御率が 4.86 というふうにやっぱオリックスと比べたら1点強違う、うんうん、だからやっぱ投手力だよね。でそういう意味では、うん、西武はすごく下位から始まっていて、そこまで来たっていうのは投手力に問題がって言っていても、そこに来たっていうのはものすごく点を取ったということですね。打ったんだよね、うんうん、阪神の特徴はあの交流戦では25個盗塁してるんだよね。さっきオリックスは5つっていう言ってましたね。そうそうそう、でね打率がね、チーム打率ものすごい打ってる感じがするでしょ、はい、チーム打率が2割4分4厘しかないんだよ、うん、ただホームランが20本、だから効率がすごくいいということだよね、はい、なるほど、うん、で巨人ちょっと注目のね、はい、巨人なんだけど本塁打は23でチーム打率が2割5分5厘で防御率が 3.84、 そんなに阪神とも変わらないんだよ。だから圧倒的に違うのが9つしか走あの盗塁がないということ、ね、やっぱ走塁という意味で全然違うということだよね、はい、で去年まで走塁という意味では巨人だったんだけど、はい、やっぱ阪神が今年走ってるのがやっぱ順位を上げてるということにもつながるかなっていうふうに思うよね、うん、はい、総評としたらまあ大体こういうことなんだけども、うん、さてでは MVP を、はい、交流戦の MVP、はい、ちょっと発表したいんだけど、はい、投手、はい、山本、はい、オリックスの山本投手ですね。山本、はい、山本これ3勝、はい、3勝、防御率 1.23、 はい、素晴らしいです。これはね、もう素晴らしい。はい、ちょっと交流戦前にさ、はい、ちょっともたもたした時期があったんだけど、はい、やっぱ交流戦に入って息を吹き返したね、うん、だから素晴らしかったと思う、はい、うん、で、野手はやっぱオリックスの福田、はいはい、これ福田にしたのは、うん、それはね T 岡田とか、はい、吉田正尚とか、うん、杉本とか
やっぱ素晴らしいんだよ成績は。はい、だけどそこにさランナーがいないと打点も上げれないし、で福田の成績が交流戦3割9分1厘、うん、もう4割近いですね。得点が13、はい、出塁率ね、はい、5割、はい、得点圏打率、はい、これがすごい、5割8分3厘、はい、すごいよ、うん、これが一番、この数字を持った人間が一番にいるっていうことはやっぱ常に塁にいるっていうような感覚になるから、一番は塁に出てなんぼというか、そうそうそう、はい、ただしやっぱ DH 制だから、はい、やっぱ一番にもチャンスが回ってくるわけ、はい、おそらく5割8分3厘というさ、はい、得点圏打率もあって、まあ、いいとこで打ってたわ。うん、うん、だからまあ T 岡田にしようかなと思ったんだけど、やっぱなんか俺も一番打ってたしなんかやっぱ福田が目についたなということで、はい、まあ MVP は投手は山本、オリックス、はい、野手はオリックス福田ということで、で新人王、はい、新人王ということは、活躍したルーキーということで、ルーキー、はい、ね、これは伊藤、はい、日本ハムの、日本ハムの、はい、伊藤、これが2勝、うん、はい、防御率 1.29、 ちょっと見えない、ついてないですね、 1.29 で、はい、クオリティスタートが 100%、 うん、ね、だから伊藤ってやっぱ三振率もさ、三振率も 7 点いくつですごく高いし、はい、ボールに力あるし向かっていくし、素晴らしい投球をやっぱ交流戦では見せてくれたというね、はい、いうことが言える。で野手は、うん、もうみんなわかるよね、やっぱそうですか、そりゃそうだよ、誰かいる、あの個人的なものはありますが、まあ、牧とかそうです、ね、岸とか、いや、ま、牧はね、岸選手は、うん、信じられない、ね、信じではないので、牧はね、はい、ちょっと得点圏打率が低すぎる、うん、1割台だから、だからまあ率は残してるんだけど、はい、まあ、あの得点圏打率がちょっと低かったと、交流戦に限ってはね、はい、だからちょっと外したんだけど、これが、はい、数字が佐藤が2割9分296、はい、6本、はい、打点が12、うん、打点12はここはあれかな、チームトップかな、うん、で盗塁が3、これは走れる、うん、足も使えるということで意外って言って意外でしょ、言えないんですけど、うん、意外ですね、うん、だから、まあ、そういうイメージあんまなかったですね、うん、まあ交流戦で目立ったね、うん、選手たち、じゃあこの4選手が MVP と新人王ですかね。そうそう、ゆたかさんの選ぶ、ま、優勝はオリックス、はい、はい、まああの交流戦オリックスも上位に上げたし、まあ阪神も上位に上げてた、まあ DeNA 中日は申し訳ないけど、あのちょっと下にしたんだけど、うんうん、まあヤクルトも調子良かった、楽天がちょっと期待外れだったかな、で意外だったのはやっぱソフトバンクだね、まあそういう交流戦の結果になりました。結局この今の時点では、うん、セ・リーグの方が勝ち越してるんですよね、今の段階ではね、はい、2勝かな、2勝ぐらい、ね、だから広島頑張れと、まあ、上位を見ても4チームがセ・リーグで2チームがパ・リーグですから、そうそう、だからあと3試合残ってるからさ、はい、だからここ3試合残ってて、日本ハムと西武が2つ、はい、これ3連敗したらやっぱパ・リーグが優勝しちゃうんだよね、1つ上回っちゃうんだよね、はい、だから広島ちょっと頑張ってほしいと思います、セ・リーグ、はい、はい、で明日の動画は交流戦で目立って後半戦に向けて、あのこの人たちが活躍するとこのチームは良くなるよっていうようなことも含めてね、うんうんうん、お話ししたいと思います、はい、はい。